ベルブジュドの戦いは1330年7月28日にベルブジュド近郊で起きたセルビア王国と第二次ブルガリア帝国の戦闘である。13世紀末から領土を拡張する新興勢力のセルビアに対してバルカン半島の旧勢力であるブルガリアと東ローマ帝国は危機感を抱き1327年に反セルビアの軍事同盟を締結した。3年後、 セルビア軍とブルガリア軍はベルブジュドで激突し、ブルガリア軍は奇襲を受けてセルビアに敗北する。セルビアの勝利はその後の20年におけるバルカン半島での勢力図を形作ることとなった。敗北したブルガリアは領土こそ喪失しなかったものの、セルビアのマケドニアへの進出を許してしまう。方や勝者であるセルビアはマケドニアに加えて東、 ローマ領のテッサリアとイピロスの一部を支配下に置き、王国の最大半島を減出させた。1260年代のバルカン半島とアナトリアの勢力図皇帝、コンスタンティンティフの長く不安定な地勢の間、ブルガリアは東ローマから報道として認められていたスコピエを含む北マケドニアの領土を創出していた。1280年代、ブルガリアと 東ローマが内外で深刻な問題に直面している間、セルビアは南に勢力を伸ばし、北、マケドニアに進出する。1320年から1328年にかけて、東ローマ帝国では、皇帝アンドロニコス2世と共同統治者、アンドロニコス3世の間で内戦が起きており、セルビア王ステファン・ウロシュ3世でチャンス期は、アンドロニコス2世を支持する見返りとして、 いくつかのマケドニア内の要塞を獲得する。だが、内戦に勝利したアンドロニコス3世がアンドロニコス2世を退位させると、セルビアと東ローマの関係は悪化し、戦線復刻がないまま戦争に突入したとも言える、情勢になる。この状況した、セルビアはプロセク、プリレプといった北マケドニアの重要な都市を占領し、1329年にオフリドを包囲した。 一方、ブルガリアの復興を望む皇帝ミハイル3世史詩万は、東ローマの内戦に対して状況に応じて支持者を変え、1327年には、東ローマの首都コンスタンティノープルを占拠するクワダテを建てた。また、外交の一環として、ミハイル3世は、内戦中の1324年に、ウロシュ3世の姉妹である妻のアンナネダを離縁して、追放し、 アンドロニコス三世の姉妹であるテオドラと再婚していた。セルビアの急速な拡大に不安を覚えたブルガリアと東ローマは1327年5月13日に和訳を締結するが、そこには明らかに反セルビアの意図が込められていた。1329年の君主間の会談の後、両国は共同でセルビアに対しての軍事行動を実施することを決定し、 ミハイル・三世は戦争の準備に取りかかる。ミハイル・三世は、かつて、セルビアに占領された西ブルガリアの奪回を望み、セルビアの影響力の完全な排除とブルガリアと、東、ローマ間での解放地の分割を計画していた。戦争にあたって、セルビアとブルガリアは、双方とも入念な準備を行っていた。ミハイル・三世は同盟者である。 ワラキア公馬サラブ一世に呼びかけを行い、ワラキアから、盛況な軍隊と共に、タタール人とオセット人からなる3000の軍隊が派遣された。そして、ミハイル三世はおよそ1万2000人と推定される、ブルガリア軍を率いていた。ウロシュ三世は、イベリア半島とドイツから、それぞれ1000人ずつ傭兵を迎え入れて、軍隊を強化し、 さらに1万6000人の熟練のセルビア人兵士を揃えた。作戦では、ブルガリア軍は、東から東ローマ軍は、南からセルビアに進行し、北、マケドニアで合流する計画をとっていたが、両国間の意思の疎通は不十分だった。1330年7月に、アンドロニコス3世はマケドニアに進行し、プリレプト5つの小規模な要塞を占領すると、 そこで進軍を中止して、ブルガリア軍とセルビア軍の動向を伺った。セルビアは、ブルガリアと東ローマの合流を不正で個別に撃破する作戦を取った。二種に通じるモラバ渓谷への侵入を危険視し、ウロシュ三世はトップリツァ川と大モラバ川の合流点に軍隊を結集した。ステファン・ウロシュ三世の時代に鋳造された、降下7月19日。 ミハイル三世自身が率いる軍隊は、首都タルノボを出発し、イスクル渓谷とソフィアを通過し、ストルマ川渓谷の北部に侵入する。続いて、ゼメンに軍を進め、シシコーブッチの村に宿営を張った。翌日、現在のイースベア村近辺にあるセルビアとの国境線に位置する城塞に到着した。その後、ブルガリア軍は二手に分かれて進軍する。 ミハイル3世が率いる主力部隊は、ブルガリアと東ローマの国境に位置するコニャボ山脈の北を通過して、前面の強国に向かった。主力部隊を支援する別動隊は、整備されている長距離の山道を進み、コニャボとディボリシュとの間にある村に到着した。さらに、ミハイル3世の兄弟ベラウルが指揮する軍隊が彼の領地であるビディンを出発したが戦闘には参加せず、 戦力の欠如が、ブルガリアの敗戦の一因となった。ベラウルが参戦しなかった理由については、イースベアの城塞で後方を守備していた、あるいは単に到着が遅れたためだと歴史家たちは、推測した。トプリツァ川とダイモラバ川の間の野営地では、ウロシュ三世は、ブルガリア軍は、ビディンから北東に進行すると予想していた。セルビア内部へのブルガリア軍の侵入を阻止することが、 彼の狙いだった。ストルマ川に、ブルガリア軍が侵入した報告に際し、グロッシュ3世は、モラバ川に沿って、南に侵軍し、スタロナゴリチャネの村で、祈祷のために侵軍を中止した。その後、カメニツ川近辺のブルガリア領に進み、ベルブジュドの近郊で八重を行った。両軍の侵攻ルート戦闘に先立ち、セルビア軍は、スタロナゴリチャネの西ゲオルギオス協会で祈祷を、 ささげた。戦後、ウロシュ三世は戦死した、ミハイル三世をこの教会に埋葬する。両軍は、ベルブジュの近郊で矢江を行っていたが、ウロシュ三世とミハイル三世の双方は、援軍の到着を待ち、7月24日に、休戦の交渉を始められた。ミハイル三世が休戦を決定した背景には、援軍の未到着と食料の不足という問題があり、ウルガリア軍は周辺に散らばり、 村をめぐって食料を探し回っていた。しかし夜間にセルビアの王子ステファンが外国人傭兵を含んだ援軍を率いてウロシュ三世に合流すると1330年7月28日の午前にウロシュ三世は協定を破ってブルガリアに攻撃を仕掛けブルガリア軍の不意をついた。ウロシュ三世が率いる部隊はスパスセビッツァの丘の上に陣取り、 一方、1000人のカタルーニャの重装傭兵を含んだ、ステファン王子の部隊は、ドラゴビシュティザ渓谷を通過して、シシコーブッツィの村に向かった。スパシセビッツァとシシコーブッツィの間に位置する、ボシャーリチェという場所が、両軍の主戦場となった。奇襲を受けたブルガリア軍は混乱し、ミハイル三世は、事態の収拾に努めるがすでに手遅れであり、数で勝るブルガリア軍は、 セルビア軍の攻撃によって壊滅した。戦場に残ったブルガリア兵はなおも抵抗を続け、彼らの血によって川が赤く染まったとブルガリアの年代記は記録している。両軍とも多数の負傷者を出し、また、ブルガリア軍の野営地はセルビア軍の略奪を受けた。ミハイル3世は乗馬を失い、セルビア兵によって捕らえられ、セルビアの陣営に連行されたミハイル3世は、 不傷が悪化して7月31日に没した。しかし、その死因について、戦死、もしくは、ステファン王子によって殺害されたという遺説もある。ミハイル三世の遺体は、ウロシュ三世によって、スタロナゴリチャネのセイゲオルギオス教会に埋葬された。そして、ミハイル三世が、死の直前に最後に祈祷を、捧げていた場所には、ウロシュ三世によって教会が混流され、 今日もその境界は現存している。戦闘から2日経過した7月30日、セルビア軍はコニャーボ山脈に進軍するが、ベラウルの奮闘によって、セルビア軍の進軍は食い止められる。ロベチの統治者、イバン・アレクサンダルは、イースベアの周辺に兵力を集中させ、ブルガリア国内への進路を封鎖した。最終的に、イースベアの近郊で、ウロシュ三世とベラウルは会談し、 両国の間に和訳が結ばれた。この時、ミハイル三世とアンナネダノコ、イバン・ステファンをブルガリアの定位につけることが和平の条件とされた。二国間の国境線の変異はごく小さな規模のものだったが、戦後ブルガリアはセルビアのマケドニアへの進出を食い止めること。1355年のバルカン半島の勢力図。ベルブジュドの戦いの後、 セルビアの支配領域は最大に達する。同盟者が戦死した報告を受け取ったアンドロニコス3世はセルビアとの戦闘を中止し弱体化したブルガリアに侵入した。ソゾポリス、メセンブリアなどのバルカン山脈南部の国会沿岸部の都市が東ローマの支配下に入るが1332年のルソカストローの戦いでブルガリアは東ローマに勝利し、 東ローマに奪われたトラキア地方の領土の大部分を回復した。ウロシュ三世はマケドニアに向い、戦闘前に東ローマによって奪われた城塞を奪回した。勝利したウロシュ三世がセルビアの宮廷に帰還した後、1330年末にデチャニ修道院の基本考領が制定される。翌1331年初頭に、 ステファン王子は、ウロシュ・サンセイの対比がーマ政策に反発し、反乱を起こした。信仰心の強い父、ウロシュ・サンセイとは、対照的に若いドゥシャンは、積極的な性格を持ち、ベルブ児ドの勝利を、さらに利用した勢力の拡大を望む貴族たちに、支持された。1331年の1月から4月にかけて、セルビアで反乱が起きている中、ブルガリアでは貴族たちが、 イヴァン・ステファンを廃位し、イヴァン・ステファンのいとこであるイヴァン・アレクサンダルを皇帝に擁立した。結果的に、ベルブジェドの戦いはセルビアがバルカン半島の大国に成長する端緒となる。1331年に父から王位を奪ったウロシュ四世は東ローマ領へ攻撃を行い、1333年から1334年の間に北マケドニアの安全を確保した。 さらにウロシュ四世は、マケドニア、アルバニア、テッサリア、イピロスに支配を広げるため東ローマの内戦を先導し、内戦は1341年から1347年にかけての期間に及んだ。1346年にセルビアとブルガリアは講和し、ウロシュ四世は同盟者、イヴァン・アレクサンダルの力添いによって、セルビア皇帝として退官した。ありがとうございます。